はい、どんちゃくです。今日はね、普通のね、別に大食いじゃないんだけど、朝食でこのね、チキンがね、今日安かったの。これ結構でかいよ、このチキン。これが安かったから、これ3本と、今日はね、俺結構ね、大好物なジャージャー麺にしました。とりあえず食べていこうと思います。いただきます。うまっ。チキンはうまいな。うん、このチキン結構安かったのよ。1個300円ぐらいだったからさ、やっぱ安いよね。うん、ジャージャー麺ね。ちょっとね、混ざりきってないんだよね、まだ。ね、ジャージャー麺もっと買ってくればよかったね。普通に2人前しかこれないから、ちょっと少なかった。うん、うまっ。もも肉だけど、やっぱうまい。最近はね、タンパク質をさ、プロテインシェイクからじゃなくて、まあ、もちろんプロテインもね、飲むんだけど、なるべくね、固形からね、最近は取るようにしてんの。まあ、体感だけどね、パワーが出るような気がする。うん。まあ、でもプロテインも美味しいからね、you
完食です。ごちそうさまでした。今日はチキンとジャージャー麺をただ食べる動画でした。まあスーパーでねちょっと寄って、なんかこのチキンが食べたいなと思ったからねちょっと買ってみただけなんだけど、ジャージャー麺とかもね結構脂質低めで、お湯でねこうやってちょっと煮るだけだからめちゃくちゃ簡単だから、まあもしよければね食べてみてください。じゃあね。